ケープエリザベスはアメリカ合衆国メイン州南部海岸のカンバーランド軍に属する町である。2010年の国勢調査では人口9015人だった。ケープエリザベスはポートランドサウスポートランドビデフォード大都市圏に属している。ケープエリザベスでは毎年ビーチ2ビーコン10キロロードレースが行われる。クレセントビーチ州立公園をスタートに ポートランドヘッド灯台をゴールに行われる。アメリカ合衆国全国からランナーが参加し、世界中の知られた運動選手も参加している。町内には教育学区が一つのみある。ケープエリザベス高校の運動チームはケーパーズと称している。1605年頃、ケープエリザベスとなった岬の南端の先にあるリッチモンド島を サミュエル・ド・シャンプランが訪れており、1628年には公益基地が置かれていた。探検家のジョン・スミスが1615年にニューイングランドを探検して地図を作っており、主にインディアンが使っていた名前に基づいて地名をつけていた。スミスがその地図をイングランドをチャールズ一世に提出したとき、住民の名前を英語のものに自由に変えても構わないと提案した。 国王は多くの変更を行ったが、今日でもその名前が4つだけ残っており、そのうちの一つがケープエリザベースであり、その姉であるエリザベス・スチュアートを称えて名付けたものだった。ヨーロッパ人が最初に住んだのはリッチモンド島だった。1628年、ウォルター・バグノールが交易基地を設立してラムシュとビーバーの川を取引したものであり、土地の所有権は持っていなかった。 その主たる目的は、インディアンとの利益の上がる交易を推進することであり、歴史家のジョージ・ J ・バーニーは、その方法について、何の後ろめたさもなかったと記している。しかし、1631年10月にバグノールは、インディアンに殺され、その交易基地も焼かれてしまった。その2ヶ月後、ロンドンのプリマス会社が、イングランドのプリマスの商人、ロバート・トレローニーとモーゼスグッド、 トイヤーにリッチモンドを払い下げ、彼らはそこを漁業と交易の中心にした。1638年までにトレローニーは漁業で60人を雇用して使っていた。本土の最初の開拓者はジョージ・クリーブとリチャード・タッカーであり、1630年に島の対岸、スパーウィンク側近くに入った。彼らは農耕、漁業、交易を行った。その2年後、 トレルオニーの代理人である、ジョン・ウィンターから追い出されることになった。1636年、メインの領主、フェルディナンド・ゴージズ卿が、マチェゴンと呼ばれたネック部、現在のポートランドを含む1500エーカーの土地を、クリーブとタッカーに与えた。1643年、イングランドの議員アレクサンダー・リグビーが既存のプロ、オブリゴニア特許地を購入し、その範囲には、 現在のケープエリザベスも含まれていた。ユニオンブラスバンド、1873年フォア川沿いに、あったケープエリザベス開拓地は、パープードックと呼ばれていた。フィリップ王戦争の1675年には、インディアンに攻撃された。ウィリアム王戦争の時、ベンジャミン・チャーチ少佐の300名を率いた第2回目の遠征隊は、 海戦から1年後の1690年9月11日にカスコアンに到着した。アンドロスコギン川を遡り、ペジェプスコット砦に達した。そこからは40マイル上流に行って、インディアンの集落を攻撃した。撤退中のインディアンの3人、いし4人が銃で撃たれた。インディアンのウィグワムの中に囚われていた、イングランド人5人が見つけられた。 捕虜にした者の,の中から6人内し5人が見せしめのために殺された。その他捕虜9人を連れて行った。その数日後、インディアンが報復のために、ケープエリザベスのパワープードックポイントでチャーチ隊を攻撃し、7名を殺し、24名を負傷させた。9月26日、チャーチはニューハンプシャーのポーツマスに戻った。安城戦争の1703年。 ケープエリザベスの街が破壊された。1719年、または1720年に再度入植が行われた。1765年11月1日、ケープエリザベスは当時ポートランドと呼ばれていたファルマスから分離し、メインの23番目の街となった。最初のタウンミーティングは1765年12月2日に開催された。1895年には、 町内からサウスポートランドが分離したが、その町域にはジョン・カルビン・スティーブンスが設計した多くの家屋があった。1872年、ポートランドヘッド灯台周辺で砲台基礎の建設が始まり、1899年には南北戦争のセス・ウィリアムズ少将にちなんで、ウィリアムズ・砦と名付けられることになった。この砦はポートランド港に入る南口を守った。 1899年から1962年まで現役だったが、この年にケープエリザベース町が約20万ドルで購入した。京フォートウィリアムズ公園には、ポートランドヘッド灯台と博物館、鳥のいくらかの名残、ゴッダード邸宅の名残があり、その他、テニスコート、野球場とスタンド、その他レクリエーション施設がある。この公園は町が維持しており、 大衆が無料で利用できるよう確保するために駐車場料金も繰り返し免除にしてきた。ケープエリザベス海浜の日の出アメリカ合衆国国勢調査局によれば、長域全面積は45.93平方マイルであり、このうち陸地14.70平方マイル、水域は31.23平方マイルで、水域率は68.00%である。最寄りの都市は、 ポートランド市である。ケープエリザベスは北にサウスポートランド市、南にスカボロー町と接している。町域には二つの島が入っている。ラム島は小さな無人島であり、近年民営化されたラム島列地東大のラム島、列地に直接隣接している。リッチモンド島は広さが226エーカーあり、もともとはインディアンが住んでいた。ケープエリザベスでは、 最も著名な資産家のスプラーグ家の所有になっており、同家は本土でもラム島農園などを所有している。ケープエリザベスには海岸の公園が3つある。すなわちフォートウィリアムズ公園、ツーライチ州立公園、クレセントビーチ州立公園である。さらに民間の非営利法人であるケープエリザベス土地、新宅が公共のために22区画。 総計560エーカーの土地を保有しており、その大半では自動車の入れないトレールによる大きな体系を維持している。ケープエリザベス町自体は保護の目的で所有、あるいは権益のもとに923エーカーの土地を所有している。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ケープエリザベス教育部は、ボンド工部小学校、ケープエリザベス中学校、ケープエリザベス高校で構成され、町の公立学校である。その事務所は、ケープエリザベス、町役場の通り向かいにある。町内に私立学校はないが、保育園が例外である。ケープエリザベス高校は1877年に、最初の卒業生を出した。ケープエリザベスには、 ポートランド大都市圏では、サイコクラスの現在も運営されている、保育園の一つ、レッチミアカントリーデイスクールがある。1935年に開設され、それ以来、同じ場所で運営されているが、オーナーは何度か変わってきた。ケープエリザベスは、調整委員会、超マネジャー方式の政府を採用している。調整委員会の7人の委員は、町全体を選挙区に、無党派選挙で、 三年を任期に選出されている。毎年の選挙で一部が改選されている。ケープエリザベス教育委員会も委員は7人であり、調整委員と同様、町全体を選挙区に無党派選挙で三年を任期に選出されている。毎年の選挙で一部が改選されている。ケープエリザベスでは、コミュニティ新聞のケープクーリエが発行されており、週2回発行、非 ボランティアに支援されている。エレン・バンフリートとジャンソランドが1988年に発刊した。ザカレントは週刊誌であり2001年に発刊した。隣のスカボローやサウスポートランドにも配布されている。街で最初の新聞は1868年に不動産。 仲介業者のジョージ・リビーが始めたカスケットだった。1895年に発刊した週刊誌コースとウォッチは20年間継続した。1881年、ケープエリザベス・センティネルがフェリービレッジで発行されたが、そこは現在サウスポートランドに属している。この週刊誌は30年間発行し続けた。ありがとうございます。